県のラジオでモノマネバトル。バトル。来ましたよ。また来たね。毎回俺これすごくない？だって初見でいきなりバトルするんだよ。いや、そんぐらいの器があるってことだよ、けんちゃん。上げてくれんな、お前。行こう。じゃあね、このコーナー説明させていただきますと、リスナーの皆さんに電話をつなぎですね、リスナーの方が得意としているモノマネを、私、ヤマケンもチャレンジし、最終的に、どちらが似ているかと競うバトルコーナーになっております。これは完全に山下健二郎が不利な状態でのスタート。そうですね、完全ガチンココーナーとなっております。マジでガチになってます。マジで不利です。はい、では、早速メールご紹介します。はい、お願いします。今日のモノマネ王者はこの方です。はい、埼玉県にお住まいのラジオネームあいみさん。あいみさん、いつも KOD 楽しみにしています。はい、今回、山下さんと対決したいモノマネは、皆さん大好きです、黒柳徹子さんと、もののけ姫のモロかっこいや、あきひろさんです。なるほど。ということですけども、けんちゃんの引き出しにこの2つはどうですか？入ってますか？一回もやったことないですね。来ましたね、ガチンコバトル。ガチンコもガチンコだよ、怖えよ。でもけんちゃん、いけるって。いけるかな。そんな器じゃねえから、けんちゃんは。そうだよ、精一杯頑張りますよ。こんなところでくじけるけんちゃんじゃないって俺は信じてるよ。確かに。頼むよ、頑張る。電話するよ。電話していいよ。じゃあ電話していきましょう。人間どもが集まってくる。人間どもが集まっている。これいけるぞ。お、かかりましたね、あいみさんということでね。電話出ますかね。お、はい、もしもし、キーポンドリーミングです。イエーイ。3代目ジェソルブラザーズ今井千鶴寺です。パフォーマー山下健二郎です。ということで、山県のレディオでモノマネバトル当選しました。おめでとうございます。ということですね。はい、バトルさせていただきますよ、ヤマケンが。自信ありますか？あ、頑張ります。まあ、今回は黒柳徹子さんと、もののけ姫のモロということなんですけども、はい、じゃあもう早速、いきますか。どっちから先いきます？徹子さん、じゃあ徹子さんで。徹子さん、黒柳徹子さんから、ちょっと友近さんが真似するようになってる。なるほどね、よく見たことある。準備は大丈夫ですか？かかってください。それでは、はい、緊張するな、これ。あいみさんの黒柳徹子さん、どうぞ。皆さん、どうもこんにちは、黒柳徹子でございます。本日のお客様は、昨年は紅白歌合戦にも出場されました、3代目ジェソルブラザーズの皆様、本日のお客様でございます。どうもこんにちは。ちゃんと3代目ね、取り込んでくれて。はい、ちょっと入れてみました。なるほど、うまいじゃん。なるほどね。やり慣れてる感ありましたね。それでは、あー緊張する。3代目の山下健二郎、黒柳徹子さん、いきたいと思います。どうぞ。皆さんこんばんは、黒柳徹子でございます。今週のゲストはですね、小島よしおさんということで、どうぞお座りください。それでは、あの自慢のギャグの、あのそんなの関係で、はい、やってください。どうぞどうぞ。はい、そんなの関係で、それどこが面白いの？そんなの関係。どうもありがとうございました。いや、いいよいいよ。難しい。これ初見ですか？初見初見。すごいね。じゃあ徹子さんと徹子さんで喋ろうよ。じゃあ、こんばんは、黒柳徹子です。どうもこんにちは、鈴徹子でございます。僕も入れてください、黒柳徹子さん。急に変なサイト。黒柳徹子さん、今日のゲストは三代目ジェソルブラザーズです。なるほどね。いや、すごい。いや、難しかったな。やっていただいたということで、じゃあ次の対決いきたいと思います。しゃあ、負けね。それでは、お願いします。あゆみさん、もう準備は大丈夫ですか？これ何？もののけ姫もののけ姫のモロです。主人公の女の子のサンのお母さん役の、でっかい白い犬、犬なの？何あれ、なんか狼みたいな。狼みたいなね。あゆみさん、じゃあ準備は大丈夫ですか？はい、それではいきたいと思います。あゆみさんのもののけ姫のモロ、どうぞ。張り詰めた我こそ、お前にあの娘の不幸が癒せるのか、お前にサンが救えるか。以上です。なるほどね。これ勝ったな。お、マジっすか？じゃあ、それではそんな自信満々のケンちゃん、いきますよ。準備大丈夫か？はい、それではじゃあケンちゃんのもののけ姫のモロ、どうぞ。張り詰めた人間どもが集まっている、いかにも人間らしい考えだな。
うまいわ。うまくね。初めてだよ。あゆみさんどうだった？似てたでしょ。いやでも私の方が似てるんですよ。本当に。もう一回やってみてよ。もう一回やって、あゆみちゃん。もう一回ですか？うん。いきます。張り詰めた。黙れ小僧。お前にさんが救えるか。はい。黙れ小僧。お前にさんが救えるか。いやでも似てんな、あゆみさん。モロも。ああ。ジャッジタイム。私、今井純次がどちらが優れたモノマネができたかジャッジいたします。うん、はい。お願いします。今回のモノマネ王は、じゃんじゃんケンちゃんでーす。イエーイ、ブーブーブー。今回はですね、ああ、まあすごいあゆみさん、あの黒柳徹子さんも、ああ、もろも似てたんですけども、うん、それ以上に初見のケンちゃんのクオリティが高い、うん、っていう結果ね、まあ、うん、トータルで考えた時に、まあ、あゆみさんめちゃくちゃうまかったんですけど、まあ、ケンちゃんの方が上をいってたかなっていうのはね。